の今知りたい情報をお届けする番組クレちゃん。体験リポートするのは野川アナ、そして呉市在住49年の明田さんがディープな情報を発信します。いやー、明田さん、お散歩してたらお腹空いてきました。それなら、はい、最近できたお好み焼き屋さんがあるんですよ。この辺りですか？そうなんです。お好み焼き大好き、行きましょう行きましょう。ということで2人がやってきたのはお好み焼きお主。お主こんにちは。お主が鉄板で食べる？食べる。あ、じゃあここへ、はい、座ってください。鉄板。明田さん、今お主とおっしゃいました？はい。三谷さんはお主っていうのが鳥なんよ。あら、お主が口癖チャキチャキですね。そうよ、そうです。お主の食べしたい。お、はい、そう言われたら食べてみにゃいけんね。ねえ、ね、いただきましょう。いただきます。麺がね、なかなかないんですけど、超極細麺なんですね。でちょっとこうチャリチャリになった麺に香ばしくなったソースが絡むと、はい、これはもうえも言われの美味しさですよ。あら、いや、美味しい。キャベツが甘い。美味しいでしょ。美味しい。みんなお客さんがキャベツはや甘いねって言ってくれる。牛窓観覧にキャベツじゃないか思うんですよ。だから、ね、とっても甘くて、こう蒸してあるのに、みずみずしさもあるっていうか、ね、とっても美味しいですよね。今回ご紹介した情報は月刊クレー版4月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。